ただ深いトップのバックスイングをしている人は当たらなくなりますよ。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日は肩を深く回せばですね、当たるんだって思っちゃってる人、こういう人に対してちょっと今日はね、アドバイスしていきたいと思います。こういう人結構多いんですよ。こうとにかく深く入れるのね。でこうダフるとね。で肩が入ってる、あ入ったからいいかなと思うけど、頭がずれたりして手前から入ってしまったりとか、結局こう肩を入れればいいんだとか、クラブを大きく振れば飛ぶんだって思っちゃってる人、助走距離が長いからいいという話ではなくて、もうちょっとコンパクトにしませんかっていうのが今日の僕の皆さんに対する提案です、ね、肩は、大きく回した方が飛ぶんじゃないのって。もちろんそうなんです。でも入れすぎてはいけない。コンパクトトップっていうのをね、今日はね、目標にしていただくと、いろんなライからでも打てるし、これできてない人って結局平らなところでしか打てません。でちょっとでも傾斜が入ってくるとまず無理。こんな人はね、今日の動画を見て、これを見てからですね、練習するとめちゃめちゃラウンドの時に役に立つ。ぜひここをね、今日はお話ししますんで聞いてみてください。でこれどう、何を直せばいいかというとシンプル、右手のコックを直せばいいんですよ。右手のコックの仕方、ね、クラブをシンプルに持ち上げてしまえば簡単なんです。でこのクラブの運動をまず覚えてください。ちょっとやってみますよ。どういうイメージか。ここからこれだけ、えこんなんでいいのっていう感じ。ちょっとやってみます。これ誰でも簡単に打てますから。でこれが自分の体の正面でコックが入ってる状態ですね。これ体の正面から外れる人とか、こういう風になっちゃう人ね、こうとかこうなっちゃったりするわけ。そうじゃなくてもうこんなんでいいんですよ。この右腰のあたりでクラブが方向転換できるように、これだけですよね。これをまず覚えてください。これがいわゆるコックです、ね、でコックはここちょっと外していいですから、ね、外して、そして右手のひらとフェースが同じように、向きが同じように、いわゆるヒンジといわれるこう折れる方、ね、背屈する方ですね。こういう方向ですね。こういう方向にコックをする。でこれ自分でね、クラブの勢いなくしてやると必ず開くからって開いちゃうんで、開いてますよね。こうじゃなくて勢いをつけてあげて、ふっとこう、そうするとこういうふうに、こういうようなコックになるわけですね。これをまず覚えてください、ね、でこれをやるとどうなるかというと、体の枠から外れないんですね、グリップがね。これめちゃめちゃ大事。枠の中にグリップが存在している状態。これが後ろに行ったり外に行ったりしないですね。で深く入る人はもうとにかくそういうの関係なくなっちゃうから、まず右手のコックをここで作ると。じゃあ左肩、先ほど言ったように左肩深く入れたいっていう人、これがやるとすごく分かるのは、左肩の位置っていうのがこれで分かる。じゃあ一回やってみます。ここに左手をプッと握ってみる。えこんなに前でいいのみたいな感じ。そうすると体の正面に左手がある状態。深いトップの人ってこうなるんだ。こう手がめちゃめちゃなんか遠くにある状態になるわけで、こっから打つとまずいんですね。こうこういうふうにダフったりする。なのでここの位置ぐらい、目で見える視野に入る状態の位置、あ見える見える、このぐらいなので、そこに体を寄せてあげて、こういうふうに打つと大体このぐらいのトップで十分当たるんだっていうことね。これがコンパクトトップだから、クラブの運動はコンパクトなんですよ。に対して自分がたくさん動くのはいいけど、クラブの位置はもうこれ以上は動かないって考えていただくと、
非常にコンパクトですね。クラブが自分の体の枠外に、枠の中にある感覚というのは分かります。でこれは例えばこうやってつま先のラインぐらいですね、こう置いて、でこういうふうにすると、でバックスイングとにかく大きく上げる人っていうのはこういうふうになるんで、こういうふうにね当たっちゃうわけですよ。だけどコンパクトトップの人はここでこういうふうにこのラインでクラブが回せますので、こういうふうに全然これが怖くないんですよ。コンパクトに打てると打てるわけですね。でもこれコンパクトに打てない人はこういうふうになってしまうと。やってみたら分かります。かなり怖いですからね。でこういうことになるわけです。じゃあ実際どういう練習したらいいか、ドリルをちょっと一つ紹介しておきますよ。2つほどやってみます。1つ目、まずは、バックスイング、ここで先ほどのくるりと回る動き、グリップを短くしてやってください。でそこに左手をつけてそれから打つ、こういう感じ。打たなくてもいいですか、素振りでいいですよ。くるっとここで、で打つ。そうするとトップの位置はめちゃめちゃコンパクトになっていて、それでいてどう、これで十分肩入ってるでしょ。これ以上入れる必要ないから、ここから打ちに行くっていう、イメージ、これをまず作ってください。これが分かればバックスイングのテイクバックの位置というのが非常によく分かります。でこれがもう一つと、もう一つはこの動作をどういうイメージ、スイングのラインでイメージするかというので、アイプレーンを使います。これエリートグリップ、もしこれ、知りたい方はね、私のセレクトショップの方で売ってますから見てみてください。でこれを通常だとこういうふうにイメージするわけなので、ここのイメージですね、ここをイメージしすぎて、このインサイドに引くというのをイメージしすぎて、皆さんこうなるわけ。なんと深いトップになっちゃうから、あえてこれをこういうふうにします。ちょっと外から外に上がるというか、こういうスイングのコーンに変えるんですね。これで今と同じことをやるとイメージがこういうイメージになるわけ。あとほらコンパクトトップになるね。こういうイメージが強すぎる人は深いトップになっちゃうわけ。だから少しこっち側にあえて変えてみる、変えてみて、そしてスイングするだけ。これでかなりイメージが変わります。ただここで視覚で変わってるんですね。目で見た感じで変わってるだけで、クラブの軌道コンパクトにこのぐらいでいいかなぐらいなイメージで振ることができます。はい。深いトップの方って、うん、結構多いですか。うんうん、深いトップっていうか、深いトップじゃなくて、なんていうか、無理に大きいトップね。オーバースイングとかっていうやつですか。とか、だから結局深いトップでも、例えばこうなってて、よく見てほしいんだけど、今ここにあるでしょ。で、こう。で、この中で高くなるならいいけど、これが、こう後ろ側にコースアウトしていくような動きになったりとか、あとそこから今度こうクラブがこういう、スイングになってくると結構厳しくなってくるかな。はい、やっぱり肩を回して、うん、限界まで行って、はいはい、振り抜いた方が飛ぶような感じがするのもあると思うんですね。そうだけど、助走距離って大体人によって決まってるから、例えばなんか走り幅跳びもじゃあ助走すればいいんだろうっつって1キロ先から走る人はいないでしょ。大体なんとなくっていうところじゃない、その前に力尽きてしまうから、その力尽きない人それぞれのレンジっていうのを考えていただくと、割と僕はアマチュアの方っていうのはそんな体力ないから、レンジを長くしてしまうと
まずいなと。なんか少しこうショートレンジで短いところでピット打てるようにしておけば、傾斜地、冒頭でお話しした、上級下で簡単に打てて、かつ体の動きが少しコンパクトになる分、道具がこうやってスルッと綺麗にこうやって加速されるから、体はコンパクト、クラブは大きく動くみたいな調和が取れるというか、体ばっかり大きくてクラブの動きが少ないっていう感じにならないで打てるっていう楽なスイングができます。なるほど。ではじゃ あのちょっとこう物足りないな、うん、ちょっとこうバックスイング物足りないなぐらいでも、うん、いやそうそうそう、そうそうそう、うまくいく。だからバックスイングコンパクト系にしといても、実際スイングってさ、こう こっちが振り抜く方がしっかり大きくなれば飛ぶから、この比率がちょっとイメージ的に変わるってことでしょうね。ちょっと高望みしてたところを少し目標を下げて抑えると楽になるという。なるほど、はい、分かりました。という感じでちょっと最後仕上げに打ってみますね。ちょっとこっち側のラインで打ってみましょうか。で今のイメージでコックをして、そこに左手、こんなイメージですね。コックをしてここ、そんなイメージで打っています。もう一球、それでも十分しっかりと深く入った状態になるというところですね。はい、ということで、今日はコンパクトトップにしていきましょうっていう、ね、話でですね、正しい、バックスイングの上げ方みたいな簡単な方法をちょっと解説してみたので、ぜひですね、試してみてください。傾斜地とかいろんなところでも打てるようになると思いますので、ぜひぜひですねやっていただくと面白いかなと思います。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。あとですね、今僕セレクトショップって言ったんですけど、こういう、僕がレッスンで使っている時使っているなんか興味のある器具、ね、こういうものを、全部ねコメントでどこで買うんですかとか、欲しいんですっていう方いるんですけれども、僕が厳選してまとめて、一つに、したサイトがあります。それはピッピンっていうね、私のセレクトショップオープンしたんで、ぜひともそちらの方でチェックして、こういうもの、練習器具をゲットしてみてください。これを見てやっていただければ、何か新しい私の原田ゴルフのレッスンのリンクしてきますから、より上達が早くなってくると思います。それでは概要欄に貼ってますので、ぜひともよろしく。それではバイバイ。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。